はい、これ見つけ商品もそうですし、ハッチでございます。まあ今回も、ね、久しぶりに、まあ、名馬を語るということで、成田トップロード話をしていきたいと思います。まあ僕がね、一番競馬始めて最初にもう好きだった馬、四天王ってあげるとすると、もうその一角をね大きく占めるのが成田トップロードなわけですよ。まあ、その父サッカーボーイっていうのがね、内国産種牡馬、冬の時代の名種牡馬、それこそ社代がもう内国産種牡馬は形容しないって言ってた先代の前夜さんの時代に、まあ、ノーザンのね勝美さんが、次男の勝美さんが、いやいやこの馬の素質を見ろよってことでね、社代に形容した馬です。2歳王者阪神3歳ステークスを勝ち、3歳でマイルチャンピオンシップを勝ったと。まあ、だから近年の活躍馬で言えばアドマイヤマーズとかと同じ感じの結果を出した馬ですよね。2歳 G1 も勝った後、まあ、ちょっとね春体調不良もあって日本ダービーは1番人気15着だった馬ですね。まあ、その後ね3歳夏の北海道で10年破られない1番2000の日本レコード、まあ、マイルチャンピオンシップも勝ち、先代の前夜さんが拒否しながらも息子勝美の熱意で社代で種牡馬でした。まあ、そのサッカーボーイがね活躍馬を複数出してきて、ついに出した名馬 G1 馬が成田トップロードなわけです。2歳12月に2戦目、当時はね新馬戦その開催中だったら複数回出れたんで、折り返しの新馬戦という形でね新馬勝ちを果たすと、まあその次のレースこそ負けたものの、負けた相手が大和メジャーの前傾のスリリングサンデーなんですけども、その後ね、キサラギ賞、弥生賞連勝で挑んで皐月賞3着。今じゃ考えられないローテですよね。キサラギ賞から直行や言うてんだから、今回、今週の、ね、予想動画でも。まあ、その後日本ダービーは1番人気に押されます。そう、父サッカーボーイ、1番人気で負けた。サッカーボーイの子がまたダービーで、今度こそだということで1番人気だったわけですよね。テイエムオペラを抑えて、皐月賞勝ち馬を抑えて1番人気だったんだけれども、そのテイエムオペラを差し切ったぞというところ、このね和田龍二と渡辺邦彦ってね、もう若手同士の叩き合いも成田トップロードの方がねテイエムオペラを強いとなった瞬間に、横からベテランがピュッと、あベテランじゃない、もうまだ30だったんだけども、竹豊がね、まあ、だからこう若手がピュッと出てきた瞬間に、あのやったぞっていう思ったところをベテランがこう去って持ってくのはね、2021年のダービーシャフリヤールと同じパターン、福永もやってくれちゃったよね。まあその分たけしは成長したけどね、渡辺邦彦はもう騎手としてさ、その後ねもう成長してくれると信じてたからコンビで応援してたんだけどさ、まあその後ね菊花賞勝って G1 初制覇、サッカーボーイ3区も G1 勝ってね、勝美があの先代に対してねこう口説いたポテンシャルっていうのはもう見せたんだと思います。 G1 勝ち馬出しましたよと。まあその後ね G1 では惜敗続きなんだけど、 G2 はいっぱい勝ったよね。2001年の阪神大賞典の勝ち時計は3分2秒5、当時の世界レコード。まあその後ね2014年の菊花賞だったか、東方ジャッカルの3分1秒0っていうのが今の世界レコードなんだけれども、まあ当時の世界レコードを叩き出したわけです。まあ、ちなみに翌年の阪神大賞典も連覇という形になってね、まあ、G2 何勝したんだっけ、6勝ぐらいしたよね。まあ、2002年最後の秋がねもう苦手の中山開催、東京競馬場改修で天皇賞とジャパンカップがね中山開催になっちゃったんだ。これがなければね、中山超得意のシンボリクリスエスとの天皇賞秋の半馬審査っていうのは東京だったら逆に勝ってたと思うんだ。うん、これはあのひいき目でね、ひいき目で、うん、ひいき目じゃなくてもそうだよって言ってほしいんだけど、言って言ってみたいな感じで、まあ最後のねその前の前哨戦京都大賞典勝ったのはもうこれ現地に行ったんですよ。まあ写真も僕のねハードディスクで一番古い写真、多分これコンデジの写真ももうほら20年も前の写真だから残ってないんだけれども、これは残してた。もう代々パソコン変わるたんびに絶対残す写真のあれに入ってた。だからね、あの本当現地の写真なんだけれども、まあ、その後が中山の連戦になることを考えるとワンチャン最後の勝利になるかもしれねえし、もう財布の中身本当ひもじかったんだけれども、まあ行って単勝とまた当たるだろうし、まあ馬券取ればいいやろみたいな感じでね行っちゃったんですね。ダメだね。まあ外れたら1週間1日300円生活みたいな感じの予定だったんだけど、まあなんとかなってくれてね、最後の勝利見届けたと。
まあ、サッカーボーイの後継種牡馬として社内で種牡馬にしたんだっけか。で、初年度のベッラレイヤーがオークス一番人気になった時には、まあ、成田トップロードの有馬記念でそうしてたようにね、もう応援馬券ドカンと一点、これはウィンズ、地元のウィンズで見てましたよ。まあ、ウォッカがダービーに行って、ダイバスカーレットが直前で連発して押し出されたのが一番人気なんだけれども、まあ、祖父サッカーボーイ、そして父成田トップロードとダービーで一番人気だったこの決闘がついに、まあ、この東京芝2400春 G1 タイトルを掴むぞと。まさか専用メインの馬、もう本当個人3区で決闘的にもこれ専用の馬やん。実際その後阪急杯が芝専用でね、当時阪急杯勝った、もう専用の馬に刺されて2着っていうのはね、もう信じられなかった。写真判定間違っとるやろぐらい思っとったからね。まあそれを含めてわずか3世代しか残せずに若くして亡くなった成田トップロード、 G1 2着馬も出してね、活躍馬も出してただけにね、まあサンクタスの血統を日本が輸入しすぎたせいもあって、この系統ってこのねトップライン父親父系がね、7代父のゲインズボロー、1915年生まれ、もう今でいうと100年以上遡らないと日本以外には残っていないという貴重なラインだっただけに、絶対こう後継種牡馬は残してくれるよなって信じてたんだけどね。もう何しろ成田トップロードとね、僕で言えばもう初年度3区にね出資したくて、当時ね小口の400地500地のクラブで成田トップロードの3区を募集してたのが、まだほらキャロットもシルクもノーザン系になる前だったから、社大系になる前だったから、優秀の馬だけだったんだよね。ターゲットシティって名前で走って、8着1回あと全部着外、8着だからね、出走奨励金稼いだからね、ちゃんとそれでええんかって話だけど、いいんです。まあそんな関係だったからね、その後すぐにね亡くなったって聞いた時にはもう本当まだ家のあのパソコンのデスクトップが成田トップロードの現役時代の写真、今ね紹介したような写真だったから、開くのが嫌でね、しばらく家に帰れなかったもん。もう寝カフェで寝泊まりして、パソコンも寝カフェのパソコン触っとこうみたいな、家のパソコン触られへんこれって感じになったもんね。まあ、やっぱね競馬始めて初期の名馬ってそうなるよね。もう今回ね名馬を語るシリーズで初めて僕のそういう思い出のある馬を、これまではこうあえて語らないようにしてたんだけれども、一回触れとこうかなと思って、残りの四天王も間開けながらちょいちょい出していきたいなというふうに思っております。以上、ハッチーでした。